こんな表情をしておりますのでね、一頭一頭も映せるようなカメラ最高だと思います。あと4分ぐらいですかね、猿たちの緊張状態。あ、私久々に見ましたよ、 B 軍の第1位になります。まだ就任式は4月20日ですけども、就任する前ですけどもね、事実上のトップです。こちらの水飲み場のこの体の大きなオス猿、こちら大麦という名前がついております。 B 軍の第1位です。いわゆるボスですね。まあ高崎山ではボスとは言わなくなりました。なぜかと申しますと、群れを動かすのはボスではありません。その昔はね、強いオス猿がいたそうです。皆さんご存知でしょうかね、ベンツという猿。ベンツは群れを動かしていたそうです。非常に強いですね。大麦さんはメス猿についていくだけだそうです。だけどもね、こうして大きくなって、この群れにずっといるからこそ序列が上がっていき、この度第1位になった大麦さんですね。マイペースですけども優しい男です。ぜひこの大麦がどのぐらいさつまいもをゲットできるのか、それも見ていただきたいなと思いますけども。現在は第8位ですね。序列がちゃんとついておりますので、オスザルは1から10まで今名前がはっきりして、オスの序列というのは上下関係非常に厳しいのでね、喧嘩が少ないんです。ほとんど喧嘩しません。基本的に序列の上の猿に対して頭を下げるような状態ですかね。もう喧嘩したり失礼なことしないんですね、通常は。まあそこはまた頭の2つから1分前のコールが聞こえましたね。もうそろそろ日本取り競争は始まります。美形のこの子供がまだスタートします。私はこの子供に隠れまして皆様撮影しやすいように、まあ、10秒前の勝負になりました。そろそろ始まります。どうですかね、毎日これを夕方を行っている高崎山、こんな特殊な施設があろうか。珍しい施設ですので、終わりでございます。習性としてね、彼たちこの芋を食べるとね、お客様この正面の山ですね、上にも建物がございますけど、猿たちこれ食べ終わるとじわじわと帰るし、そうして猿たちは帰っていきますね。猿たちが帰っていくと高崎山の営業も終了します。迎えに来ます。もうしっかり自分の子供の顔が分かりますので、間違えたりしませんね。自分の子供を捕まえて、泣き抱えて山に帰っていきます。そうして山の上に帰っていき、寝場所を見つけると木の上で寝ますね。猿たちの寝所は木の上です。今日もいっぱい食べたなとか言いながらね、木の上で寝るんだと。山を自由に過ごしておりますので、また明日何時に来てくれるかは決まっておりませんけどもね、また山に帰った後来ていただきたい。モノレールご利用のお客様はモノレール乗り場の方へお願いいたします。